キエフ市電高速運転するライトレール区間キエフ市電はウクライナの首都キエフ市街を走る路面電車である。馬車軌道から路面電車へ切り替えられたのは1892年のことで世界で最も古い市電の一つである。ヨーロッパではベルリン、ブダペストに続いて3番目、ロシア帝国では最初の市電であった。要因としては キエフの地勢が起伏に富んでおり、馬二島では力不足で四島立てにする必要があったため、運用が難しかったことが挙げられている。現在はキエフの旧市街の路線に加えて、新市街を走る路線も運行されている。双方はドニエプル川を挟んで接続されていない。旧市街路線は13、新市街路線は11のターミナル式の電停を持つ。 路線は23系統ある。路線距離、139.9km ハットノート、すべての車両は含まれていない出店、m a s h k e o r g モスコブスキートランベは、モスクワで、デザイン、リガで製造された、キエフスキートランベは、ジェルジンスキー、キエフエレクトリックトランスポーテーションプラントで、製造された、キエフスキートランベプライトセプニーは、 ジェルジンスキー、キエフエレクトリックトランスポーテーションプラントで製造された、キエフスキートランベイワズマニファクチャーアドバイザージェルジンスキー、キエフエレクトリックトランスポーテーションプラント。ありがとうございます。